皆さんこんにちは、金久保です。東京江東区で大人専門のピアノ教室をやっております。私は音大の出身ではなく、普通の理系大学を出て就職も経験しました。ちょっと変わった経歴ではありますが、ピアノと学業の両立、あるいはピアノと仕事の両立という意味では20年以上の経験があります。このチャンネルでは、私の経験から皆さんがいずれ直面するであろう挑戦や課題に対して実用的で役に立つアドバイスっていうのを提供しています。ぜひチャンネル登録をして最新動画を見逃さないようにしてください。さて、今回の内容なんですけれども、ネットで噂のピアノの超難曲たちっていうのを紹介してみたいと思います。今から15年以上前のことなんですが、 YouTube や Instagram、Facebook、Twitter なんてものがなかった頃は、ネット掲示板でコミュニケーションを取るのが普通でした。私は昔からインターネットが大好きで、そうしたネット掲示板っていうのも頻繁に見ていたんです。そこで当時インターネット掲示板では、ピアノの難易度の高い作品たちをランキング付けするなんていうことが盛んに行われていました。ピアノ曲の難易度に偏差値を振って、高いものには85なんていう数値を与えていたんです。今でもピアノ曲偏差値なんて検索すると、当時みんなが考えたランキング表、すなわち偏差値表っていうものが出てきます。この偏差値という概念なんですけれども、本来の偏差値の概念からは逸脱した表現であって、この偏差値という言葉にはそんなに大した意味はありません。しかし、ここで考えられた偏差値80以上の作品っていうのは、どれも大変な難曲ばかりで、並外れた技巧を要する作品ばかりであることは間違いありません。今回はその中でも最上位にランキングされていた3曲の作品を紹介してみようと思います。偏差値表はふざけたランキング表ではあるんですけれども、この最上位に来てた3曲っていうのは、どれも面白い作品たちばかりです。こういった作品は難しさや技巧的な側面に限らず、内容も深く見ていくと結構面白い発見があったりします。今回はそんな超難曲たちっていうのを詳しく紹介してみたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。まず1曲目はストラヴィンスキー作曲、ペトルーシカからの山岳賞です。ペトルーシカはバレエ音楽火の鳥、春の祭典と並ぶストラヴィンスキーの三大バレエ作品の中の一つです。原曲はオーケストラとバレエのための作品で、1911年に作曲されました。ペトルーシカは魔術師により生命を吹き込まれた人形のストーリーを描いています。ストラヴィンスキーはこの作品の中から3つの楽章を選んで、ペトルーシカからの山岳章として1921年に再構成しました。ペトルーシカからの山岳章の作曲の背景には、あの20世紀を代表するピアニスト、アルトゥール・ルンビンシュタインによる依頼がありました。この曲の作曲を依頼するにあたり、ルンビンシュタインはこれまでのどの曲よりも難しい曲をという条件をつけました。その結果、ピアノ曲の歴史の中でも極めて難しい作品が誕生したんです。さて、音楽の舞台は1830年代のサンクトペテルブルク広場から始まりますが、ピアノ版ではこの導入部分っていうのはカットされていて、魔術師に生命を吹き込まれた人形が踊り出すロシアの踊りから曲は始まります。この冒頭部分はペトルーシカの中でもかなり有名な旋律なので、聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。ちょっと実際に弾いてみたいと思います。どうでしょうか。最初から大量の和音で、いかにも難しそうな作品の始まりという感じがしますね。続く第二楽章はペトルーシカの部屋といいまして、魔術師に蹴っ飛ばされたペトルーシカが部屋の中で自分に人間の感情がある葛藤を描くんです。暗くゆっくりとした楽章の中で、激しく感情的なパッセージっていうのが時折描かれるんですけれども、これがまさにペトルーシカが感じている葛藤そのものを表現しているんです。この楽章では破調調と永平調調の和音が重なり合った不気味な不協和音が対応されていて、これはズバリペトルーシカ和音と呼ばれているものです。ペトルーシカ和音を実際に弾いてみましょう。こんな感じの音ですね。永平調調の和音と、それと破調調の和音が重なり合っています。これが重なり合って、
このような音になっています。ペトルシカ和音はこの作品を理解する上でとっても大事な和音なので知っておくといいと思います。最後の三楽章は原曲にあるムーア人の部屋というのは飛ばしてシャニクサイの場面から始まります。ペトルシカの部屋から一楽章と同じサンクトペテルブルクヘルワに舞台は戻りました。暗い部屋から一転して夕方になってもお祭りで賑やかな広場の様子っていうのを表現しています。この楽章では次から次へと踊りが登場します。そこでこの楽章はオーケストラやバレエの演出とともにぜひ見てほしい楽章でもあります。お祭りの盛り上がりは最高潮を迎え、その後原曲ではムーア人に追われたペトルシカが再登場するのですが、ピアノ版はその直前の場面で音楽が終了しています。オーケストラによるオリジナル版が35分で演奏されるのに対して、このピアノ版は演奏時間が15分ほどに短縮されていて、まさに曲のハイライトをまとめたような作りになっていることがわかります。今回はピアノの難曲を紹介する動画ですから、この曲の難しさについても少し語っておきましょう。この曲の難しさはオーケストラやバレエの表現っていうのを全て一人で引き受けなければならないところにあると私は考えています。特に難しいのは先ほども触れましたが三楽章でお祭りの騒ぎが最高潮に達する場面です。オリジナルではありとあらゆる楽器が使われているのですが、この場面ではピアノ版においてもその全ての音を拾いに行こうという意欲が感じられます。その意欲は楽譜にも現れていて、ピアノ譜としては珍しい4段の譜面がここで扱われています。私はその全てを演奏することはできませんが、少しだけこの場面っていうのを弾いてみたいと思います。どうでしょうか。弾いている方は本当に大変なので、もしこの曲に挑戦しようという人がいらっしゃいましたら、今弾いてみせた部分から弾いてみるのがおすすめです。2曲目に紹介するのはハチャトゥリアン作曲シフラ編曲の剣の舞です。原曲はすごく有名な作品なので知っている方も多いと思いますが、その作曲の背景についてはあまり知られていないと思いますので、少し触れておこうかなと思います。剣の舞はペトルーシカと同じようにバレエの作品が元になっていて、その元になった作品はガイーヌという作品です。このガイーヌの最終幕でクルド人がサーベルを持って踊るシーンがあるんですけれども、それがまさに今回紹介する剣の舞のシーンということになります。そのピアノ編曲はハンガリーのピアニストジョルジュ・シフラによって1950年代頃に編曲されました。原曲は1942年に作曲されて、当時から多大な人気を誇っていました。その作曲からわずか10年程度の期間でこうしたピアノ編曲が現れてくるというのは、当時のその人気ぶりっていうのが伺い知れることができます。編曲者であるジョルジュ・シフラは、リストの再来と呼ばれるほど優れた超絶技巧で名の知れたピアニストでした。シフラはその超絶技巧を生かしたピアノ編曲っていうのをたくさん残しています。剣の舞はその中でも最高峰の技術を要する作品だと言っても過言ではありません。演奏時間はわずか3分以内で収まるほどなんですけれども、最高峰の難曲として知られているのもこの曲の恐ろしいところです。その楽譜はこの卒業アルバムのような豪華な装丁が施されたジョルジー・シフラピアノのためのトランスクリプション集第2巻に収録されています。しかしこの楽譜はジョルジー・シフラ本人の演奏と聴き比べてみるとあまり正確ではないように聞こえます。古い機械が再譜をしたのかもしれませんし、その詳細はよくわかりません。ネットには不正確な音符を修正したバージョンの楽譜っていうのも出回っているんですけれども、その詳細はよくわからず、それが正式なものかどうかっていうのもはっきりわかっていないんです。詳しい事情がわかる方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それはさておき、私はそういった楽譜に全て目を通していますが、この曲の難しさを一言で語るとしたら、なんといっても派手な跳躍です。
この音符を正確に速いテンポで弾くっていうのは極めて困難です。素早く的確な位置に左手のポジションを移動する技巧っていうのは人間の限界に近いものを感じます。ちょっと実際に弾いてみたいと思います。はい、どうでしたでしょうか。まあ、正直あんまりうまく弾けてないです。私はこの部分を弾いただけで左手がパンパンになってしまって、ここから先を練習しようという意欲は正直湧いてこないです。短い作品ですが、一回演奏会を開くこと以上に大変な曲なので、体力に自信のある方にのみ私はお勧めしたいなと思います。あとジョルジュ・シフラの演奏っていうのもぜひ聴いてみてください。シフラはこの難しい作品を完璧に演奏していて、その恐ろしい技巧にドリボンを抜かれるんではないかなと思います。そして3曲目に紹介するのはゴドフスキー作曲、芸術家の生涯による交響的変容です。実は今回紹介する作品の中では私が唯一人前で演奏したことがある作品です。それだけ私は結構この作品に思い入れが深かったりします。それはさておき、この曲も実は編曲による作品で、原曲はヨハン・シュトラウス2世のワルツ、芸術家の生涯が元になっています。ちなみにその作曲の背景を考えると、この作品は芸術家の生涯ではなく芸術家の生活と題する方が正確なのではないかとも言われています。しかしゴドフスキーの編曲版はまさにその芸術家の生涯を表すのにふさわしいような編曲として変貌を遂げています。なので今回の動画でもタイトルは芸術家の生涯として統一して話を進めていきたいと思います。原曲のワルツは1867年、ワルツ王の異名を持つ作曲家ヨハン・シュトラウス2世によって作曲されました。演奏会向けのワルツというよりは、どちらかというと舞踏会で実用されるようなワルツを想定して書かれています。そのためとっても親しみやすくて優雅で美しいワルツなんです。そんなワルツのピアノ編曲に挑んだのは19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したピアニストで作曲家のレオポルド・ゴドフスキーです。ゴドフスキーはショパンエチュードやワルツなどを元にした複雑な編曲で非常に有名な作曲家で、編曲という作業を一つの高い芸術として捉えていたところがあったように思います。そんな編曲の達人でもあるゴドフスキーは、ヨハン・シュトラウスのワルツに基づく編曲というのを3曲1912年に発表しました。ここでゴドフスキーは単なる編曲作品としてではなく、ヨハン・シュトラウス2世のワルツによる3つの交響的変容というタイトルで発表しているんです。その第1曲目として収録されているのがこの今回紹介する芸術家の生涯による交響的変容です。これがとてつもない難曲なんです。最初に紹介したペトルーシカからの山岳賞が原曲からの抜粋ハイライトであったのに対して、ゴドフスキーはなんとオリジナルの導入部を導入したり、ワルツの部分を拡大したりと、より原曲を大きな方向に見せるように拡張したんです。少し冒頭部分を弾いてみましょう。どうでしょう。これから優雅なワルツが始まるとは思えないほど深く味わい深い導入だと思います。ゴドフスキー独自のアイデアがふんだんに用いられた長い導入部分を経てメインのワルツが始まります。とても優雅なワルツであることはそのまんまなんですけれども、複雑で装飾に満ちた始まりです。今弾いてみせたような困難な技巧っていうのが15分という長さにわたって延々と続くものですから、この曲は弾くのがとても大変なんです。その一方でこうした技巧には存在意義がすごく感じられるといいますか、ゴドフスキーの頭の中にある芸術が描写されるために必要なものであると感じさせてくれる部分があります。
素早いパッセージはどこかピアノ協奏曲のような美しさがありますし、フォルテッシモのところはまるでオーケストラが全員で演奏しているかのような迫力があります。もしかするとゴドスキーの中にはピアノ1台でオーケストラの全てを再現しようという狙いがあったのかもしれません。もしこの曲を弾いてみたいという方がいましたら、ぜひまず全体の構成というのを分析してみるといいと思います。この曲で使われているテーマっていうのがいくつかあるんですけれども、それが同時に出てくる場面っていうのが結構たくさんあって、これが極めて巧みに書かれているんです。そうしたゴドスキーの作曲や編曲の技法っていうのは目を見張るものがあります。この曲の魅力はただ難しいだけではないんです。ゴドスキーの作曲の妙事というものもぜひ味わってみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回紹介した3曲はどれも個性的で、技巧的な難しさ以外にも様々な魅力的な内容を含んでいるということが皆さんにも伝わったんじゃないかなと思います。ただやはりこの3曲はネットのランキングとはいえ最上位にランク付けされている作品であって、とてつもない難曲であることには変わりありません。共通している特徴としてはフィジカル面の負担が非常に大きいことが挙げられます。厳しい跳躍が連続したり、難しい重音のパッセージが延々と続いたりと、それなりに弾ける人でなければ弾けないように書かれていることもまた事実です。そうした技巧は自分がズバ抜けた演奏家であることをアピールするにはもってこいですし、それをモチベーションに頑張るというのも当然悪いことではないように思います。事実として私もそんなズバ抜けた演奏家になりたくて、この偏差値85の作品を弾いてみようと頑張っていた時期があります。最終的には一応ゴドスキーの芸術家の生涯を弾くことができて、その目標を叶えることはできました。皆さんもいつかこのような難曲たちを目指して頑張ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はネットで最上位の難曲としてランク付けされていたピアノ曲を3曲紹介いたしました。もし今日の動画がお役に立ったようであればグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとブログと X もやっています。リンクは概要欄にあります。そちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画もお楽しみに。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。